アラン級解防戦艦は、スウェーデン海軍の解防戦艦の艦級で4隻が、収益した。本級は、スウェーデン海軍が、バルト海自国の沿岸警備のために作り上げた、解防戦艦である。本級は、前型である、ドリヘスティンの改良型として1888年度海軍計画において、一挙4隻の建造が承認され、建造された、クラスである。 1903年に撮られた春光寺のバーサ。本級の基本構造は平ら乾板型船体で水面下に昇格のつく艦首から艦首乾板上に1898年型2 1トルカノン砲を収めた単層式の主砲塔が一機その背後から上部構造物が始まり、指令塔を下部に組み込み左右に 船橋を持つ操打環境が設けられ、頂上部に見張り所を持つ簡素な短脚式の全部マストが立つ。船体中央部には日本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、煙突の後方は関西艇置き場となっており、関西艇は前後マストのボートクレーンと2番煙突の側面に設けられた2本1組のボートダビットが、 片言一組ずつ、計二組によって運用された。原則甲板上には、複方の1 5 2トル速射砲が、単層式の砲塔に収められて、片言三基ずつ、計六基が配置され、旋回する砲塔が、上部構造部に干渉しないように、片言三箇所ずつへこまされていた。その上部構造物は、 後部見張り所を基部とする、後部マストが立ったところで終了し、乾板一段分下がった、後部乾板上には、後ろ向きの 21cm 単層手法等の順である。この武装配置により、前後方向に、最大 21cm 方1ン 15.2cm 方2門、左右方向に、最大 21cm 方2ン 15.2cm 方3門が、 施行できた。近代化改装後の万里芸ン、明細塗装が施され、クリッパー型艦首に速度を見越せる白い艦首派が描かれている。1910年に全部マストを三脚型に改造するとともに頂上部に射撃指揮所が設けられた。1930年代に万里芸ンのミボイラーを重油戦晶水管管2機に改められた。アランと タッパレー点は 5.7cm 速射砲10機と 45cm、魚雷発射管2門を撤去して、対空火器が 5.7cm 広角砲が、単装砲がで4機と 2.5cm、単装機銃2丁、8mm 単装機銃2丁が追加された。1940年にアランが 5.7cm 砲1機を、甲板上に移動し、 ボフォース4トル機関砲を単装砲画で4機と8ト、mm、ル連装機銃2機を搭載した。1941年にマンリーゲーテンのみ干渉、クリッパー型に成形されて全長が9 0 2ルに延伸された。環境構造も大型化するとともに、マスト位置も後方に移動した。ボイラーも新型に換装された。 対空火器として5.7センチメートル広角砲4機4センチメートル単装機関砲4機2.5センチメートル機関砲2機が追加された艦首から取られたマ万里芸天手砲はボフホース社の新設計の1898年型21センチメートルカノン砲を採用しているその性能は 重量 45.8kg の砲弾を最大行角12度で1925メートルまで届かせることができた。不行能力は行角12度、深く5度である。さらに旋回角度は左右120度の旋回角度を持っていた。砲塔の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は電動で補助に人力を必要とした。発射速度は 毎分一発である。近代化改装後のタッパレーテン副砲は、ボフ・ホース社の新設計の1903年型1 5 2トル速射砲,砲を採用しており、この砲は、同時期に建造された装甲巡洋艦フィルギアの手法にも採用された。その性能は、 重量 45.8kg の砲弾を最大行角30度で13,716メートルまで届かせることができた。これを連装式の砲塔に収め、砲牙の不行能力は行角30度、深く5度である。さらに、旋回角度は左右120度の旋回角度を持っていた。砲塔の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は、 電動で補助に人力を必要とした。発射速度は毎分3から4発である。その他に耐水雷艇様にボフォース5.7センチメートル速射砲を採用しており、この砲は同時期に建造された装甲巡洋艦フィルギアの美砲にも採用された。その性能は重量2.72キログラムの砲弾を 最大行角20度で5000メートルまで届かせることができた。これを単装砲賀で10機を搭載した。砲賀の不行能力は行角20度、深く20度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により制限を受けた。砲賀の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。 発射速度は毎分20発である。他に 3.7cm 速射砲1機を艦上構造物に装備した。他に対艦攻撃用に4 5センチメートル水中魚雷発射艦を単装2機装備した。本級は当時の列強の全土級戦艦と同じく水戦部を広範囲に防御する原則走行を持っていた。 原則の水線部は最も厚い部分で 150mm であり、そこから艦首と艦尾の末端部で 100mm から 50mm までデーパーした。一方、看板防御は平端部は 25mm から 35mm 走行で、原則走行と接続する傾斜部は 50mm 走行が張られた。主砲刀は全面部が1 9 0ト、mm、ルで、 側面部は1 2 5トルで、バーベット部は最も厚い部分で1 8 0トルであった。副砲塔は1 2 5トル装甲が張られ、副砲塔の間の原則部には1 0 0トル装甲が張られて、副砲弾薬庫は防御されていた。1899年に、用手彫り造船所にて、寄港、1901年8月14日、浸水。 1902年9月7日、春高、1945年解体。1899年に、ストックホルム造船所にて寄、気候。1901年5月19日浸水。1902年12月6日、春高。1940年解体。1889年に、丸目造船所にて寄、気候。1901年11月7日。 浸水、1903年6月13日浸航、1947年解体。1901年に、丸目造船所にて寄、寄港、1903年12月1日浸水、1904年12月3日浸航、1950年解体。ウィキメディアコモンズには、アラン級解剖戦艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。